デイリービルの山で本日はジャーナリストの佐々木瑠さんをお願いしております。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。そうですが、今発売中のビル3月号、佐々木さんもね、はい、大活躍といいますか、寄稿していただきましたね。ね、書かせていただきました、はい、田中角栄の話、そうですね、からは危険特捜の、ね、話であるとかね、あのウィルさんは私結構あのチャイナに関する話をね書かせていただいてたんですけれども、はい、うん、まあいつかこの特捜部、まあ、ロッキード事件とか、私田中角栄が好きなもんですから、まあ、いつかこういう書く機会があればいいなとは思っていたので、うん、今回本当にありがたかったですね、まあ、本当にとか移民の問題であるとか、あ、そうですね、まあ、うん、本当範囲が広いですよね、フィールドが、まあ、どうですかね、まあ、何でも屋的なイメージがありますか、ね、ありますかね、まあ、薄く広くになっちゃうかもしれませんけどね、やっぱりこの YouTube もやっぱりね、うん、薄く広くがむしろいいみたいなところがありまして、うん、まあそうですね、あと速さですね、うん、まあそうでしょうね、はい、そんなあの出来合いのものを出したりとか缶詰のものをねなんかチンして出したら、はい、あの視聴者の方にね、はい、失礼ですからね、まあそうですね、世の中動いてますからね、うん、どこよりも早く、はい、あの新鮮なものをお届けすると、はい、だ寿司職人だと思ってますけどね、あ、確かに、はい、うん、出来合いのものを出すんじゃなくてね、こうその場でその取れたてのネタをねこう握ってこう、はい、へいってこうね、はい、はいってこう、そういう動画がいいんじゃないでしょうかね。どうでしょうね。ですね。六国町といいますか、まだちょっと寿司職人が似合う感じで。ああ、ね、誰も私が握ったの食べたいと思わないと思いますけどね。はい。いや、美味しいでしょう。はい、ところで、はい、小崎さん、はい、このネクタイピンがちょっとおしゃれですね。ああ、ありがとうございます。いいところに気づいていただきましたというか、はい、打ち合わせ通り。はい、あのウルトラ警備隊で、ウルトラセブンのですね、隊員たちがつけてたマークですけれども、はい、これあのネットで、買いまして、うん、これ本当に私今喜んで、うん、まあね、会社辞めてからなかなかネクタイするチャンスがないのでね、はい、こういう機会じゃないとつけられないって言うんで、うん、いや今本当に子供のように喜んでつけてるんですよ。そういった、ね、特撮とかは子供の頃から、あ、もちろん、あのそうですね、まあ、ウルトラマン、ウルトラセブン、うん、特にウルトラセブンなんかの宇宙人ものが好きでしたね、うん、おっかない、最後にオチがあって、影のない人間がいたらそれはきっとなんつってね、はい、君の家の近くにもなんて言って、もう夜寝れなくなりますからね。子供にとってはそれ怖いですよね。怖いですよ。含みを持たせるような終わり方は怖いですよ、うん、でそういう意味ではね、テレビ番組には恵まれてたような気がしますね、子供の頃は。ですよね。てか私の頃もやっぱり人気のバラエティ番組とかがあって、うん、やっぱり視聴率 20%、25% だったら、したらやっぱりこう翌日学校でやっぱ昨日のあれ見たっていうので盛り上がるっていう。そうでしたよね。むしろテレビでそのバラエティ番組見てなかったらあんま話についていけないみたいなね、そうですね、ありましたけど、多分今ってないんでしょうね。多分みんな今地上波のテレビ見ないから、なんか特定の分野の特定のっていうので、そんなにあの私たちがっていうか私が子供の頃のドリフターズみたいな感じのね、はいはい、共通の話題っていうのはあんのかな、どうなんですかね。そうでしょうね。ヒカキン見たとか、うん、そういうのかもしれないですね。そうですね、うんうん、といったところで今日テレビの話をねしてみようかなと思うんですけども、はい、最近ね話題になってるセクシー田中さんをめぐる騒動って、はい、ご存知ですか、なんかっていうのも深くはもちろん知りませんけれどもですね、はい、この小学館のこの雑誌で連載されているこのセクシー田中さん、うん、まだ完結してないですよ、うん、なんですけどそれがこの前日テレで、うん、10話ぐらいかな、うん、で、放送されまして、ドラマ化されまして、うん、したらその何ですか、原作者と脚本家の対立みたいなところですね、うん、原作者はちょっとキャラクターちょっとこれ原作もちょっと忠実にやってるとか、うん、ストーリーもそうですよね、うん、ただ脚本家としては、うん、でもまあドラマとして演出するためには、うん、みたいなのがありまして、うん、で結局こうその対立いざこざがありまして、うん、この芦原ひな子さんというこの原作者の方が、はい、こう自殺をしてしまったという非常に痛ましいニュースなんですけれども、ね、これを考えさせられるというか、まだねその全容は明らかになってないんで何とも言えないところもあるんですけども、だどういう契約をね、はい、原作者とテレビが制作会社側がしたのかね、はい、まあ、そこをちょっとまず知りたいところではありますけれどもね、っていうのは、うん、この種の事件っていうかですね、自殺案件とか、まあ、事件もトラブルごとっていうのは別に今回が初めてじゃないですよね、はい、結構ありますね。ありますよね。確かねフジテレビと海猿の作者が、うんうん、確かもうブチ切れてました。なんか勝手になんかグッズを発売されたとか、うん、なんかそういうやらかしがあって、うん、もうフジテレビとは仕事しません、ね、それはまさに著作権の問題ですよね、うん、で今回のあの話をもう今伺う限りだと、はい、その作者の思い、原作者のこの、うん、
活字に込めた、なんだろう、思いとその実際の脚本ストーリーが違うってところに非常になんか不愉快な思いをされたのか、腹立たしかったのか、あるいはそのコアなね、その作者のファンが話が違うじゃないかみたいに、逆に批判の矛先がその原作者の方に向いちゃって悩まれたのか、特に今 SNS の時代ですから、それ四六時中、批判されたりすると、めいっちゃう部分っていうのがあるんじゃないですかね。そうですね。で、これで、それどっちが悪いかみたいなのってまだ言えない状態なんですけど、でももちろんこれ日テレは張本人なんで、日テレはこれ報じてないわけですよ。この指揮をしました。謝罪っぽいコメント出してませんでした、ね、そうですね、コメント出してます、ね。ただもちろんこの詳細は報じないわけですよ、どういう経緯で、他の局は結構詳細に報じるところがあって、こういうトラブルがありますから、その何でしょうね、その逃げとしてその SNS で誹謗中傷されみたいな、みたいなやり方するんですよ。昔なんかテラスハウスってありましたね、そのテレビの番組で男女何人かが、ね、こう共同生活するみたいな、恋愛リアリティショーって言ってますけど、実際はもちろん台本もね、もちろんあるでしょうし、で、ちょっと悪役じゃないですけど、を演じた女性のプロレスラーの方がね、そうですよね、あれも痛ましい事件でしたけどね。でもそれで、でもその時もやっぱりテレビはその責任を SNS になすりつけると言いますかね、それはもちろん、ね、SNS でも誹謗中傷あるでしょうけれども、でもテレビの絵だから、そういう、原作者だったり、その女子プロレスラーもそうだったんだけれども、その個人で、戦うって言ったらあれですけど、個人で交渉事とかさせちゃいけないですよね。その人たちを守るんだったら、やっぱりMLB じゃないけれども、ドジャースで行った大谷とかじゃないけれども、代理人がね、しっかりその会社あるいはその番組制作側とのプロ同士でこのしっかり交渉して細かいところまで詰めていく、例えば勝手にそのグッズを販売するなとか、それは当たり前に近い話だとは思うんですけれども、それ以外にもね、例えばこのところをこういうふうに変えたら逆に罰金じゃないけれども、こうっていう細かい詰め方のね、交渉っていうのが必要になってきてるんじゃないんでしょうかね。いわゆる代理人がこの現代は小学館出版社であり、とか芸能事務所でありでしょうけど、そうやっぱり日本も細かい契約者がちゃんとワークしてるのかなって気がしますね。だから原作者はね、守りきれてるのかなと、それはちょっと聞いてみたいですよね、もし記者会見でもやるんだったらね。で今回私なんかちょっと鼻についたのはですね、このどっちが悪いかって分かんないんですけども、ただこの脚本家を同じ業界人、テレビマンであったり脚本家が擁護してる意見があって、それちょっとないだろうって思ったんですよね。でなんかその上から目線な感じありません、テレビマンって、いわゆる例えば、だったら漫画家じゃない、漫画家ドラマ化されたらその漫画も売れるから、むしろ宣伝してやってんだぞ的な、だからそれはありますよね。もちろんオファー受けるでしょっていう、それは傲慢ですよね。傲慢なところっていうのは感じますよ、同じ、私もマスコミにいたので、見てる限りにおいては、あと普段こうチラチラ見ててもその、どっか取材してね、飲食店取材して、それで、はいっつってなんか番組のシールを渡してね、はい終わりとかね、それは広告、宣伝してやってんだから、全中でやってるんだから、全国中継ね、全中でやってるんだから、それで十分だろうみたいなね、雰囲気は感じますけどね。ありますね。たまになんかこう SNS なんで、告発されてたりしますね。このテレビ局はこんなひどいことされてみたいな、すごい傲慢だよ、もうあそこの取材受けませんみたいな。でテレビ局ってまた制作会社がね、受け負っていろいろやってるんだと思いますけれどもね、あとその先ほど脚本家の話も出ましたけど、脚本家は脚本家で、自分の与えられたミッションの仕事の中でね、より面白くっていうのは、その自分が食っていくためにも、自分が他からまた声かけてもらうためにも、脚色しようとは思うでしょう。でもそれはテレビ制作会社の意向を受けたものであって、その脚本家個人はじゃあ何だとかって言えるのかどうかですよね。私が脚本家だったら、テレビ制作会社がいいって言ってんだから原作者も OK だろうと思ってね、そういうふうに面白おかしくじゃないと、それが仕事ですからね。その辺もどうなってんのかね、これチャート図じゃないけど書いてね、こうっていうのがあると、今後のためにね、再発しない防止じゃないけれども、確かに脚本家で、そのフェイスブックかどっかにちょっとね、原作者の悪口っぽいこと書いたりするんですよね。今回です、今回あ本当にみたいなのもあるんだよね、確かに。
難しいですね。そうですね、うん、原作者の名前を借りてね、なんとかしようっていう、そういう商売なんでしょうかね、大体、もうテレビもね、国からもらった電波をね、もっと有効に使ってほしいですよね、本当に、きれいごと言うようですけれどもね、はっきり言って放送コードがありますからね。実際も私も久しくテレビを見ていないというか、一応こう批判する手前この番組ありましたって言ったら、例えばサンデーモーニングとかね、うん、あれはもうある種のバラエティ番組ですけれども、そういうのをちょっと見るぐらいで最低モーニングその方がなんかこう日常的にもうテレビをつけるっていう習慣がなくなっちゃって、うん、見ないですね、で私もちょっと会社辞めてから時間があったもんですから、はい、人の手伝い、まあ、でね、ある方の家に、はい、まあ、何日間か通う形で、まあ、引っ越しや整理収納のことをやったんですけど、子供たちもいてね、大きなテレビがあるんですけど誰も見ないですよ、朝行った時もあるし、私夜までやった仕事をした時ありますけど、誰も見ないでね、それぞれこう自分たちのお気に入りの動画見てましたね。本当に見ないんだ今時の子はってね、目の当たりにしましたよ。とか、まあ、あれですね、まあ、このままスマホで見るかもしれませんけれども、うん、テレビをモニター代わりにして、それでもう YouTube とかネットフリックス、ああ、そうでしょうね。だからテレビ、モニターなんですね、本当に。あ、そう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 。そう、まあ、まさに私がそうです。家でそのテレビ画面を使って YouTube 見たりしてますよ。なんか、お気に入りの好きな YouTuber みたいなのって。ああ、スーツ旅とかって、結構ね、はいはい、てっちゃん入ってるんですよ、私。こう見えて、あれでも面白いですよね。面白いですよね。たまに見ますわ。うん。彼はね、なかなか優秀でね、はい、大変なもんですよ。はい、あとは、なんとかクッキングってやつでね、はい、すごいさ、ね、220万ビューとかでね、はい、お兄さんが、まあ一応フグの免許持ってるんですけど、はい、もういろんな魚をさばいてってね、自分でね、はい、こう盛り付けて食べたりしてね。はい、あ、気まぐれクックとか。あ、気まぐれクックだ。ああ、すごい。見られてます、あれはね、うん、すごいですよね、ああいうの方が楽しいし、あとは私プロ野球とか、野球が好きなんで、プロ野球の OB なんかがやってるような高木豊チャンネルとかね、デーブ大久保チャンネルとか ね、ああいうの見てますね、はい、すごく有意義ですよ、そっちの方が。いや、だからいくらでももうコンテンツに溢れてるんで、そのぐらい自分が好きなものをピックアップ、そうそうそう、大抵ありますからね、そうそうそう、趣味と言われるものは。そうですよね、なんで、まあ、テレビ、どんどん、それこそ最近なんかその松本人志氏とかの件で文春が訴えられて、やっぱりスポンサーもうそれで降りちゃいますし、いろんなこう、やっぱテレビって制約があって、面白いコンテンツがね、ないという指摘もありますけど、まさにその通りだと思うんでね。だからクイズ番組とかばっかりじゃないですか。そうですね。なんでしょうね、なんとか東大王とかなんとかって見たことないけど、一回チラッと見たのか、あんまり、どうでしょうね、レベルがどうなのかなっていうのは。感じましたけど、それもまあ YouTube でいいじゃないという、なんかその CM とかまたぐじゃないですか、正解は CM の後みたいな、それがあり不愉快ですね。 YouTube に慣れちゃうと、テレビのこの何間というか、CM がもう苦痛でしょうがない、もう見られたもんじゃない。で、再開した時にまた一度見たところから始まっちゃったりして、テンポが悪いですね。そうですね。でも私も YouTube の契約の仕方が悪いのか、YouTube にコマーシャルがガンガン入ってきてね、YouTube プレミアムに登録したり、私がプレミアム登録、あ、そう、プレミアムだとないんですよね、確か、私のはなんかね、平凡なやつで、本当にコマーシャル入ってくるんですよね、絶対入った方がいいですよ。で、先のこうできないんですよ、カーソル動かせないんですよ、2分の1とかね、で、22っつって、まあいいんですけども、はい、といったすみません、なんか雑談みたいな。ただ、どうでもです。ですけれども、はい、そう、テレビ、心配する義理もないんですが、まあ、著作権の問題も含めて、そういった、なんだろうな、その原作者の意向を無視するようなやり方っていうのは、まあ、どうかとは思いますね。何事にもその限度っていうのはあると思うんでね、制作者側もしっかりその辺はですね、はい、考えた方がいいと思いますけどね。みたいな、やっぱり根底にはやっぱこう傲慢みたいなね、やっぱテレビありますよ。こそ最強のメディアみたいなおごりもあると思うんで、ただ、もうそろそろそんな時代でもないというかね、そうですね、凋落。特に警視庁なんか行った時にね、はい、誰だったっけな、なんか忘れちゃったけど、容疑者がね、警視庁の本庁に桜田門に収容されるって言うんで、で、僕も その当時警視庁の記者クラブにいたもんですから、はい、スチールカメラ持ってて、はい、カメラこうやってたらですね、テレビカメラのやつらが来て、どけおらーなんて言われてね、なんだこの野郎なんて言ってね、そっちでこう喧嘩始まったっていうよね、ふざけるなっていうのは横柄なんですよね、向こうは向こうでね、俺たちの後ろには、何万人の視聴者がいるっていう意識があるんでしょうけどね、この野郎って、そこからね、僕はいい印象持ってませんね、テレビ局には。そうですね、特に昔はね、もうテレビが全てだった時代ですからね、といったところで、はい、まあね、テレビ
これからもテレビ業界ウォッチしていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。